ね、海へっていうあのショッピングモールに行こうと思ったんですけど、ちょっと時間が遅くて行けなかったんで、今日はね、ちょっと海へのショッピングモールまたちょっと寄ってみようかなと思います。その後に朝食というか昼食というか、はい、食べに行こうかと思って、まだ行くとこ決まってないんで、これからねちょっとフラフラっとね見に行こうかなと思ってます。こんな感じでね、船の乗れる1300円で乗れるんだ、これ。こんな感じのね、船に乗れます。これ40分から45分ぐらいのクルーズですね。ここにね、日程書いてある。おお、はい、隣にはね、ゴザ船っていうのもありますね。なんかこれサイトとか見たら結構いろいろ乗れるやついっぱいありそうですね。あ、ゴザ船はね、通常1300円で、これ運休中ですね。ロイヤルプリンセスしかやってない。歩いてね、15分ぐらい。海へ着きましたね。海屋の中はですね、GU とかユニクロとかね、ザラとかね、洋服屋さんは結構ね、あの店舗のテナントとして入っていますね。あとは薬局とかですね、スーパーマーケットみたいな感じのね、テナントも入ってますね。4階はフードコートですね。めちゃめちゃ広い。まだ時間早いからね、誰もいないですけど。カムクラありますね、カムクラも。これがお店のラインナップですね。はい、ちょっとね、早いんですけどね、まあ、朝食を兼ねたね、昼食をですね、こちらのね、フードコートでしていきたいと思います。かなりね、いろんなお店があるんですけども、今日はですね、このカムクラでですね、ラーメンを食べていきたいと思います。ね、美味しいラーメンのね、唐揚げセットを注文しました。こちらはね、四六時中産のサーモンマグロ丼ですね。これ食べた後にですね、だし汁をかけてね、お茶漬けっぽく食べれるみたいですね。これ買い物してご飯も食べたんでね、もうお腹いっぱいなんで、ホテルに一回帰ります。ホテル前の、神戸海洋博物館川崎ワールドみたいなのもありますよ。後ろがホテルオーカルでしょ。で、結構こういうね、広場で日曜日イベントやってましたね。で、あそこのね、舞台があるんで、あそこでね、踊ったり歌ったりしてましたね。こっちが観覧車でね、でモザイクがあって、でこちらがポートタワーですね。今日はね、5階でプールちょっとね借りていきたいと思います。ここはなんかスパとかもあるみたいですね。このビーボスパと、あとプールね、こっち、これジムもあるみたいですね。今ね、プール行ってきました。今プール上がってちょっと着替えたばっかなんですけど、はい、なんかね、あの半月こういうなんか丸の半分ぐらいのね感じのなんかプールがあって、まあ、直線で一番長いところで10メートルぐらいですね。あって、あとね、そこの外がね、海が見えるそのベランダみたいなウォーキングがあったりとか、あとサウナですね、サウナがあって、あとヨガのね、ヨガルームみたいなのがあったりとか、ジムがあったりとか、まあ、全部あの使えていいですね。で、シャワールームとかもあったし、まあ、ちょっと水風呂はないんですけど、あとジャグジーがね、あったんで、あと水シャワーとかね、浴びて、まあこう、インターバルして、はい、結構ね、あのプール良かったです。
あとちょっと値段の詳細ね、あのキャップをね借りたんで、ちょっと値段の詳細はちょっと後でね、はい、お伝えします。はい、メリケンパークね、オリエンタルホテル行ってきました。今回ね2泊して2人で泊まったんですけど、2泊で2人で1万2000円でしたね。で、今回はアゴダで撮ったんですけども、だいたい1人1泊3000円ぐらいでこのクオリティでね楽しめるホテルなんで、まあ、めちゃめちゃいいなと思います。ちょっとね、あの最上階のバーはね、あの金と土曜日しかやってなかったみたいなんで入れなかったんですけど、まああの通常に戻ればね、行けると思いますので、ね、ぜひね、あのこちらのメリケンパークに行ってみていただければなと思います。じゃあ帰るわ。